はい、ついてるともみんでございますよ。一個ね、また降りてきました。何がかっていうと歌です。もういい加減にしてよみたいなね。いいんですよ、僕は好きでやってるんで楽しいんですもんだって、うん、いきますよ。3、はい、すいません。ついてるともみん、ついてるね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 。ついてるともみん、へいへいほー。どうですか皆さん、このナイトミュージアム違うね。ナイトロードムービー風ムービー調、本当は早く家に帰って休みたいんですが、まだ僕は荷物を積みに行かなければいけませんっていうね、手です。はい、おっと信号がまた変わってしまったぜ。なんかスイスイだったんだけど、やっぱりね渋滞はするんだね、この時間帯は。しょうがないね、もうね、まあ諦めていきますか。はい、いやーやっぱね、そうそう、で何を話したいかと言いますとね、こうろくでもないことを考えてる時間ってあるじゃない、もうイライラしたりとかしてる時間、そういう時にその中で1分間だけでいいから楽しいことを考えようよっていうのが、今日のひとりさんの1月6日のブログで飛んできたやつ。うん、あの昨日とか一昨日とかその前のとかいろいろあってさ、話したいのいっぱいあるんだけど、とりあえず今日6日だから6日の話をしようかなと思ったの。ほんでね、それが何かと尋ねたら、だからイライラしてる時に1分間だけでいいから、たった1分だよ、だけでいいから楽しいことを考えようって。ひとりさんは1分1秒ともね、そういうあの楽しくないことを考えるのが嫌だからとか書いてあったな。そうだからね、俺たちもそれちょっと真似てさ、なんかほらクッて思ったりとかイラッてしたりとかした時に1分間だけ、例えば温泉旅行行ったらあんなことやりたい、こんなことやりたいとかさ、自分の好きなことって何でもいいからさ、そうね、ひとりさんとフランス料理食べに行くとかさ、そんなことも書いてあったな、そのブログに。楽しいだろうね、ひとりさんと食べ行ったらね、あと好きな芸能人とさ、なんかこうデートするとかさ、そんなのも書いてあったな。何がねこれでいいかっていうと、イライラしてるとイライラしてることを呼んじゃうでしょ。そうでしょ。だけど楽しいこと考えてると笑えるじゃん。笑うとさ、笑うことがまた起きるのよ。なんでかっていうと、嫌なこと考えたら嫌なことは起きるでしょ。そうだから、嫌なことの後にいいことがあって、いいことの後に嫌なことがあってっていうのはありえないんだよね。だって嫌なことの後には嫌なことしか来ないんだし、いいことの後にはいいことしか来ないってなってるんだから。だってそれじゃないと引き寄せの法則はおかしな話になるでしょ。そう、あと人を助けてあげたのに自分が辛くなるっていうのもおかしな話でしょ。だって人にいいことしてるんだから自分にいいこと来るはずじゃんね。なのにそうなってないってことは、その人がその人にいいことしたつもりなんだよ。そのいいことされた、してあげた相手からしてみたら、いいことされてないって思ってるかもしれないから。まあ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 ね、そういう体ですよ。だからさ、そう、なんかろくでもないことを考えてるんだったら、その間に楽しいことをいっぱい考えてハッピーになろうよって。やっぱそういうことだよね。なかなかさね、世知辛い世の中で難しいかもしれませんけどさ、皆さん、まあでもやる価値はあるんじゃないかなって思う。それでね、それ1分間やったら、そしたら自分をね褒めてあげるんだって。すごいねって、よくやったね、1分間もよく頑張ったって言ってあげると自分が喜ぶから、またそれで上がるでしょって。そう、どん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 そうやって上げていこうっていうことです。僕も今日ねちょっといまいち体調が、あのんっていう感じはするんですが、これは1日からさ、もう神社行きまくってるじゃない俺。1日2日からか、まだ話しちゃった、ごめんなさい。2日から神社行きまくっててさ、間違いなくこれは毒素が出てる、だから要は好転反応だよね。だってさ、今まで生まれてきてこんなに2日からこの6日の間でこんなにいっぱい俺神社行ったことってまずないよ。
すげえよこれ本当に。今年入ったらまた違うスイッチ入っちゃったね。神社マニアになっちゃいそうだもんだってもう。うん、ねほら参道入る前に一礼してから入るとかさ、二礼二拍手一礼とかさ、あの拍手もさ右手をちょっと下にずらしてやるといい音するんだよとかさあの手洗うやつなんていうの、あの手洗うとこあれのやり方とかもさあるんだなみたいな。あとなんだっけ、払いたまえ叶えたまえだけでもいいんだよみたいなさ、うん、あ払いたまえ叶えたまえか、ちゃんと自分の住所言って名前言ってねみたいな。で、あの神社に今日こうやってお参りに来れたことを感謝してみたいなさ、うん、そんな感じでやっていくといいですよ。またなんか話がずれたこれ気がついたらこれで6分話してる。もうちょっと6分なっちゃう。ああだね本当に。でもいいんです、これがついてるともみんなんです。すごいですね、だからジャージです、ぶっ飛ばしていきますよ今年は。4日の日にミスタードーナツ行ったらね、書いてあったよ、いいことあるぞつってそう思わず会社のやつといいことあるぞとかって言ってたんだけどさとかで鼻で笑われて終わってしまったまあいいんです、はい、そんな感じのついてるともみんでございました。そうだから1分間楽しいこと考えてみようよって、うん、そしたらそれできたら自分を褒めてあげる、そしたらニコってなるじゃないということです。それでもう一つまた明かりが灯ったことになるわけでしょ。そうだからどん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 そうやって明るくしていこうよっていうことでした。ついてるともみんでございました。この動画を見てくださいました皆様に、全ての良きことがなだれのごとく起きます。もうエンディングは言わずと知れた、いきますよ。いいことあるむせてしまった、ごめんなさい。いいことあるぞー、ついてるともみん。はい、声がだんだんやばくなってきました。普通に喋ると声が出ません。なので頑張りますよ、ついてるともみんは。はい、毒素出し切ります。そんな感じでした。はい、チャンネル登録すいません、チャンネル登録またの方いらっしゃいましたらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、こんな感じでいつでもいつも明るく楽しく元気よくついてるともみんがお送りしました。ちょっと長く喋りました、すいません、いっぱい喋りたいんです。ついてるともみんでした。じゃあね、バイバイキーン、ウィンウィン。